エルシオールドライブアウトします。通常空間に出ました。周囲に敵影なし。助かったか。大事ない。それよりエンジェル隊の者たちは？はい、電気ドライブアウトが確認されています。はい、大丈夫です。間一髪といったところでしたがね。しかし、あの赤いクリスタルは一体？黒き月のコアも我々の前方にドライブアウトしています。ちゃんとついてきたみたいね。上出来よ。とりあえずそっちに行って話がしたいんだけど。マイヤーズ！それに？礼だと？敵かもしれないんだぞ。当然だ。どこの誰だか知らぬが、聞きたいことは山ほどあるからな。それにしても、あのネフューリアとかいう女、一体何者なわけ？あいつ、自分の上官をあっさり切り捨てやがった。それに、あのでっかい船は。クロノブレイクキャノンが効かないということは、事実上私たちに打つ手は残されていないということですわ。あの巨大艦で何をしようとしているのでしょう。わかりません。タクトさん、私たちこれからどうすればいいんですか？確かにそうですわね。生きてる限り可能性は残っている。まったくあんたらしいよ。このコアが半年前、エオニアと共に広告を。話には聞いていましたが、その黒き月がなぜ私たちに？前に誰かいるわ。
何やつだ。あの女、私の黒き月を好き勝手いじくり回してくれちゃって。ノア、ノア様と呼びなさい。ノア様と。まったく、これだから下っ端連中は。だいたいね、あんたたち一体何考えてるのよ。こんなちっぽけな船なんかで来たって何にも意味ないじゃない。で、誰が管理者なの？から管理者よ。白き月の管理者。そんなこともわかんないわけ？そんな呼び方してんの、あんたたち。ま、どうでもいいけど。で、誰が管理者なの？あんた？え？私のことですか？こんな能天気そうなのが管理者なわけないわよね。メルフィーが月の聖母になったら世も末よね。バカみたいにバカ笑いするってことはあんたでもないと。バカって何よ、バカって。喧嘩売ってんの？まあまあ、ラーカさん、落ち着いてくださいまし。あんたでもないわね、変なもんつけてるし。大きなお世話ですが。ちょっと待ちな。お前さんが何者だか知らないが、管理者ってのは。私が誰だかわからない以上、あんたでもないと。まあ、無知振り回してるようなのが白き月の管理者なわけないし。悪かったね。フォルテさん、興奮すると血圧が上がります。白き月でもこんな人型インターフェース作れたんだ。割とよくできてるじゃない。私は機械では。はいはい、あんたのことはどうでもいいから。あと残るは。どうでもいいとは何事ですか。バニア先輩に失礼です。他の皆さんにも謝ってください。アンドロイドの部下ってことはこれも罰。私は。うるさいわね。あんたたち下っ端に構ってる暇はないの。で、結局誰なわけ？早く出てきなさいよ。待て、マイヤーズ。私が話をする。あんたみたいなお子ちゃまが管理者なわけないでしょ。お前も子供ではないか。質問を許可するわ。当たり前じゃない。そんなこともわからないわけ？
案内して。だから案内しなさいよ。船のどこかにはいるんでしょ。なんで？だからどうして白キツキがここに来てないのよ。おかげでまた融合できなかったじゃない。ちょっと待ってよ。だってあんたたちは私のメッセージを聞いてここまで来たんでしょ。お前の伝えたメッセージは白き月に残されていた伝承と同じであることは分かった。だがそれ以上はシャトヤン様にも分からなかった。本人からお聞きしたから間違いない。何ですって。ノアさん、シャトヤン様にどんなご用事なんですか。まさか、これほど情報が欠落してるとはね。まったくそのシャトヤンとやらは一体何してたのよ。情報は欠落し放題。本来の目的を忘れ、黒きつきに勝ってもほったらかし。その結果がこの危機的状況を招いたと、誰も認識できない。情けない。こんな連中に黒きつきは負けたの？あんたたちにもう用はないわ。さっさと白キツキに連れて行きなさい。いいわね。消えちゃった。またコアの中に戻ったんでしょうか。あいつ、一体何なのよ。勝手に喋って勝手に怒って。助けていただいたことには感謝しますが、あの失礼な振る舞いはいかがなものかと思います。人柄の方はともかくとして、気になりますわね、あの態度。ああ、あいつはシャトヤン様に用があるというだけじゃなくて。シャトヤン様に何か期待するところがあった。そう感じました。マイヤーズ、白き月に連絡は取れるか。あのノアってやつはどうするの？じゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかね。失礼いたします、タクトさん。そうですか、そのようなことが。
何とかして聞き出せんのか。わかりました。まずはノアさんという方を白き月までお連れしてください。私から話してみましょう。いや、お前はシャトヤーン様のおっしゃる通り白き月へ向かってくれ。それもなるべく早く。先ほど第三方面軍から報告が入った。お前たちが戦ったものと思われる巨大艦がトランスバール本線へ向けて進行を開始したとのことじゃ。最初の報告を送ってきた艦隊は通信の直後に消息を絶った。すぐに進路上にいる新民と軍を避難させろ。今すぐだ。はっ、すでにそう命じてあります。ですが敵は進路上の駐留艦隊や民間船を手当たり次第に攻撃している模様です。まるで子供がアリの群れを踏んで回るかのように。軍も最善を尽くしてはおりますが、しかしながら タクトよ、ともかく今は敵の情報が欲しい。そして今お前たちと芝陛下を失うわけにはいかん。だから急いでくれ。一刻も早く白き月へ。よろしくお願いします、マイヤーズ司令。だぞタクト。ではな。それでは白き月でお待ちしています。あ、芝陛下。はい、シャトヤン様。道中お気をつけて。お気遣い感謝いたします。それでは白き月で。要件はすべて伝えたではないか。長話をする必要はないはずだ。いや、良い。ありがとう、マイヤーズ。頼んだぞ。では、私は部屋に戻るとしよう。マイヤーズ、そなたにはまた苦労をかけるな。わかった。そうさせてもらおう。了解した。
長距離クロノドライブに入ろう。あとはこっちでやっておくから、お前は少し休んでいいぞ。無駄だと思うがな。さっきも取り付く島もなく追い返されたそうじゃないか。話すことなんかないわ。ほら、さっさと帰りなさいよ。あんたたちじゃ話にならないって言ったでしょ。一緒に考える？バカバカしい。あんたたちに一体何ができるっていうの？それに、あんたたちは所詮白き月の手足でしょ？どう考えているかは重要じゃないの。結果としてどう扱われているかよ。管理者のシャトヤンがどう思うと、あんたたちは手足。だから何も教えられていないんじゃない。私は手足なんかに興味はないの。何度も言わせないで。話はそれだけ？それだけみたいね。じゃあ、私の邪魔しないで。